お元気ですか、ボクシミです。今回は2023プロ野球チップス第1弾開封動画第15回目をやりたいと思います。で、もうね、何回もやってるのでね、まあ、説明は不要とさせていただきます。まあ、あくまでもね、今回はラッキーカードをね、目指してますのでね、よろしくお願いします。では早速やりたいと思います。1袋目でございます。今日はね、5袋でやりたいと思います。で、いきなりですね、白サインカード出ましたね、元ヤクルトにいました、島元博星ですねの白サインカード出ました。かつてね、楽天のキャプテンもね務めておりました。選手会社もね務めておりましたね。中日の高橋宏人投手でございます。2袋目でございます。で、阪神タイガースの梅野雄太郎捕手でございます。読売ジャイアンツの坂本勇人内野手でございます。3袋目でございます。で、横浜 DeNA ベイターズの佐野啓太外野手のこちらね、最多安打のカードでございまして、でキラーカードも出ますね。読売ジャイアンツの菅野智之投手のね、キラでございます。4袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの今宮健太内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの上沢直之投手でございます。最後の5袋目でございます。埼玉西武ライオンズの増田達治投手でございます。そして最後は中日ドラゴンズのダヤンビシエド内野手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画、15回目終わりたいと思います。今回は、白サインカード1枚キラカード1枚の結果で、終わりました。あと1回か2回ね、まあできたらやりたいと思ってます。狙いはもちろん、ラッキーカードでございます。で、もうすぐですね、 BBM 中日ドラゴンズのベースボールカード2023もね、発売されるので、もちろん購入してね、やっていきたいと思いますので、中日ファンは必見でございます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。